スリジャンカ町の様子スリジャンカ駅の駅舎スリジャンカ、ロシア連邦イルクーツク州、スリジャンスク地区にある町である。州都イルクーツクの南約130キロメートルのバイカル湖畔に位置している。シベリア鉄道の停車駅、スリジャンカ地区の行政府が存在する。人口の水位は約1万9000人。 18,574人、19,118人、19,872人、1989年、であった。1905年にこの辺りの集落が設立、鉄道駅もできた。1936年に市となった。町の名前はロシア語でキララを表すスリューだから、名付けられた。この付近には、キララなどのたくさんの鉱石資源が存在する。 ガイドブック等では、バイカル湖で産する酒かの魚大オオムリが名物となっていて、スリュジャンカー駅では、旅人がこぞって買い求めるとあるが、シベリア鉄道の代表的な列車ロシア号の停車時間が、最近の時刻改正でわずか2分ほどになっているため、現在買い求められるかどうかは不明。かつては、車両の入り口に大勢集まる大オオムリ売りの姿が、この駅の名物であった。 スリジャンカツ通駅からは、同じスリジャンスク地区のバイカルまで、全長 89km のバイカル湖岸鉄道がある。ありがとうございます。